今日は挨拶のこんにちはを書いていきます。一画ずつしっかり見て書いていきましょうね。それでは早速書いていきましょう。最初にこですが、この字は実は縦長を意識して書くときれいに書けるんですよ。続きまして、左下に長く伸ばして半分ぐらい戻すといいですよ。そして右上にスッと抜けていきましょう。次は2。縦角は外側に膨らませるようにして若干カーブしますね。そして一画、もう一画書き入れていきます。二画書いた上と下に空間を少し空けましょう。続いて地。横画を伸びやかに書いた後、縦角に入ります。そして右上に広く広げて左下に。最後に葉。縦角は外側に広げていきますね。そして、右側に横画を長く引いて、そのまま縦にまっすぐ落としていきます。結びの部分なんですが、一回上に上がって三角形を意識して降りていきます。これで、こんにちはが書けました。ちょっと全体を見てみましょうか。まっすぐ書けることが大事です。